なるみさん、今度の子供会の幹事ありがとう。子供会の幹事ってそれ、よしえさんがするんじゃなかった？その予定だったんだけど、思ったよりめんどくさくて、誰かに手伝ってほしいなって。だからなるみさん、お願い。勝手に決めないでよ。私も仕事とかあるし忙しい。だから幹事は断ったのに。そんなの聞いてない。私が困ってるんだから助けて。ちなみに他の人にはもう言っちゃったから。なんで私に相談をせずに勝手に決めるの？だってお願いしたら断られそうだったから、周りを固めればいいのかなって。私はちゃんと話し合いの時に言ったでしょ。仕事が忙しくてシングルマザーっていうのもあるから時間をうまく作れない。そうやっていつも面倒ごとから逃げるつもり？そうじゃない。土日に集まるなら私は大丈夫だけど、今回の話し合いは平日にするって言ってたでしょ。それが何か問題あるの？私は土日が休みで平日は仕事なの。だから平日に集まって話し合いはできない。別に今はズームとか LINE 通話とかあるんだから、それで参加すれば？仕事中にそんなのできるわけないでしょ。大丈夫よ、イヤホンとかつけとけばバレないから。私の旦那もよくやってるよ、会議中にこっそりゲーム。私は仕事を遊びでやってるわけじゃない。それに仕事中に話し合いに参加したとしても、そっちの話はほぼ聞けない。迷惑をかけたくないから今回断った。わかった。別に大丈夫だって。今回幹事は私一人でするって言ってるから。は？みんなで話し合いするとなかなか決まらないから、私が代表して決めるって言ったの。補佐官としてなるみさんを指名したから、だから私と二人で話し合いましょう。今他のママさんに確認したけど、そういうこと？自分で好き勝手したいからって一人で内容を決めるって言ったんだって？周りが止めているのに全く聞かずに私の名前を出したわけね。なるみさんと二人でするなら許してくれるって言われてね。それで予定立てようと思ったんだけど、めんどくさくなっちゃって。だから全部なるみさんにお願いしたい。勝手なことしないで。なるみさんが案を決めて私に提出、その内容を見て私が合否を決める。どの立場で物を言ってんだよ。だって私が行きたいところじゃなかったら嫌だし、私が嫌いな食事とか出てきたらテンション下がる。だからなるみさんが大まかな案を10個ぐらい作って、そこから私が決める。私暇じゃないって何度も言わせないで。みんなに相談してくる。ちょっと何するつもり？私は話し合いに参加できないから、通常通りみんなで決めてもらう。いやいや、私はなるみさんと二人で決める。二人っていうか、私に全部投げようとしてるじゃん。お願いだってなるみさん、私は今回の会をより良いものにしたい。そのためにはなるみさんの協力が必要。ちょっと待って、他の人たちに相談してみる。そんなの必要ないから、私と二人で頑張りましょう。はぁ、わかった。ありがとう。それじゃあとりあえず明後日までに10個の案をよろしく。痛い目見せてやる。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言う、サバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のよしえさん。彼女は来月に行く子供会の幹事に名乗り出たんだけど、まさかこんな好き放題するとは。みんなで決めようとしても文句ばかり言って、自分一人で決めるって言い出した。猛反対された末に私の名前を出して、なるみさんが見てくれるなら大丈夫かって落ち着いたみたい。他のママさんからは謝られたけど、謝らないといけないのはよしえさんだよね。だから私は仕返しをすることにした。数日後。ちょっと、あなたいい加減にして。何が？私が出した案をすべて却下って。だって、気分が乗らないところばっかりなんだもん。そう思うんだったら自分で考えれば。私はなるみさんのことを信じてるの。なるみさんだったらきっといい場所を見つけてくれるって。だからなるみさん頑張って。あと今回の予算、よしえさんが持ってるんだよね。私が車の手配とかほとんどの準備するんだから、お金渡してもらってもいい？なんでなるみさんにお金を渡す必要があるの？その方が予算わかりやすいし、予約するときに楽だから。ダメよ、これは私が任されたお金だもん。なるみさんが立て替えてお金は後で渡す。いやいや、普通に考えておかしいでしょ。なんで私がお金を出さないといけないの？私が予約するんだから私が預かる。なるみさん、そんなこと言ってお金を持ち逃げするつもりじゃないの？あなたこそ何もしないのにお金だけ持ってるってどういうこと？あなたこそお金を使い込んだんじゃないでしょうね。そんなことするわけないじゃん。私を何だと思ってるの？プンプン。じゃあなんでお金を渡してくれないの？
渡す必要がないから。なるみさんお金持ちでしょ。そんなの関係ない。お金持ちでもないし、ちょっとお金を出すくらいでガタガタ言わないで。とりあえず私は渡さないから。あ、ちょっと。次の日、子供会のお金をちょうだい。予約するから。いやだ、当日に渡すから今は絶対渡さない。予約しなくてもいいのね。それで困るのは私じゃなくてなるみさんと子供たちだけどね。喧嘩売ってんの。何度もしつこく LINE してこないで。お金は渡さないから。はあ。3日後、来週は待ちに待った子供会ね。なるみさんが頑張って探してくれたおかげでいい場所に行けそうで楽しみ。あなたがケチつけまくるからね。私の言う通りにして偉い偉い。あ、冗談だから怒らないで。それよりちゃんと予約したんでしょうね。もちろん。バスの予約と水族館に行くんだから、チケットももう買ってるの？団体用のチケットをネットで買ってる。さすがなるみさん、準備がいいわね。やっぱりなるみさんに召使い役をやってもらってよかった。お金まで出してもらっちゃってごめんなさいね。お金ならよしえさんの旦那さんにもらった。え、私の財布からは1円も出してないから安心してください。何言ってるの、なるみさんが立て替えてくれたんでしょ。いやだよ、お金が返ってくるって保証もなかったし。だから旦那さんに相談させてもらった。なんで旦那。だってあなたにいくら言っても全然聞かなかったんだもん。だから旦那さんに連絡したの。事情も説明してね。本当だ、お金がない。タンスの中に封筒を入れてたのにお金がなくなってる。状況を説明したら、その日のうちにすぐ持ってきてくれた。妻が迷惑をかけてすみませんってね。旦那に言う前に私に言えばよかったじゃん。何度も言ったでしょ。それを無視してきたのはよしえさん。ちでもなんで旦那は何も言ってくれなかったわけ。さあね、それは知らない。まあいいわ、旦那に怒られなかっただけマシだと思えばいいか。そういうことだからお金はしっかりと使わせてもらった。もともと子供会のために使うお金だったからいいよね。ええ、私のお金が取られた。絶対に仕返ししてやる。なんか言った？おほほほほ、何も。あっそ。子供会当日。なるみさん、集合場所にもう少しで着くんだけど、実は財布の中身がすっからかんで2000円しか入ってないの。申し訳ないんだけど、お金みんなで出してくれる？今すぐ取りに帰れば。今から取りに帰ったらバスに間に合わない。少しだったら待てるけど。いいよ、そんな私のせいで迷惑をかけたくないもん。お金を持ってこない方が迷惑なんだけど。けどさ、チケット代とかもう払ってるわけだし、お金なくてもいっか。お昼ご飯とか飲み物代とかはどうするの？お子さんと2人で2000円で足りるならいいけど。足りるわけないじゃん、私いっぱい食べたいもん。お土産も買いたいし、水族館の後に行く牧場の体験コーナーでも遊びたい。なら今すぐお金を取りに帰って。あら、いけない、私給料日がまだで口座に全然お金入ってなかった。来月返すから今回のお金はなるみさんが出して。そう言うと思った。じゃあバイバイ。バイバイ。あれ、バスは。あなた子供会なのになんでお子さん連れてこなかったの？なんか旦那が今日出かける用事があるから先に連れて行くって。私は準備が間に合わなかったから後で合流することになったの。おかしいなとは思わなかった？何が？子供会に行くのはよしえさんとお子さんなのに、なんでお子さんだけ先に車で送っていくのか。なんか今日無口で怖かったから何も聞かなかったわ。そんなことよりバスがないんだけど、みんなどこにいるの？私たちもう出発したから。は？私の子供は？旦那さんと一緒に参加してもらってる。はあ？なんで旦那のことを連れていくのよ。実はね、旦那さんから話を聞いたの。何の？酔っ払った時に、よしえさんが当日お金を持っていかないって言ってたこと。私言っちゃってた？だからここ最近旦那が冷たかったんだ。それを知った私たちはこっそり準備をした。もし当日の朝までに旦那さんに旅費のお金をもらうように言えばセーフ。もしもらわなかったらお金を持ってくる気がないってことだからね。旦那が朝何か俺に言うことはないかって聞いてきたのはそれか。私たちはもう出発したから、お金がない人はお留守番よろしく。待って待ってよ、私も行く。ゆりとひまわりとよしえのLINE。せっかくのチャンスを棒に振り留守番なんて笑えます。旦那さんが最後の助け舟を出してくれてたのに。だってバレてるなんて思わないじゃない。バレてなかったとしてもお金の準備をするのは普通です。
それに私たちから集めたお金を着服するつもりだったなんて、次からはもう絶対に誘いませんから。別にいいわよ。もう少しで旦那の転勤で引っ越す予定だし、あなたたちとはおさらばよ。なるみさんに迷惑をかけたやつを見逃すと思っているんです。え、ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに迷惑をかけた人のことを許しません。なるみさんは心が広くて優しくて、とても綺麗な女性です。私の女神様。そんななるみさんに漢字を押し付け金をたかるなんて。2年前痴漢から助けてもらってるんですよ、ゆりは。知ってるわよ、ゆりさんが痴漢男をボコボコにするところだったって。だからなるみさんに感謝してるんでしょ。ボコボコで済むわけないじゃないですか。腕を切り落としてその傷口を焼き、もだえ苦しんでいるところを動画撮影くらいはしていました。冗談よね。これが冗談じゃないから怖いんですよね。世の中にはいろんな人がいるから気をつけてください。って、遅いか。なるみさんに迷惑をかけ、みんなのお金を着服しようとした。あなたには今日別の旅行を用意しています。ちなみになるみさんが出した案は全てゆりが準備したものです。なるみさんは忙しいんですから、それぐらい私がやります。なるみさんの役に立てて嬉しい。よしえさんはお迎えの車が来るので、それに乗って行ってください。私たちの子供会には参加できないですけど、大人会には参加できますよ。まあどうせ暇だから参加するか。お金はかからないのよね。もちろんです。ゆりが怖いやつなのによく参加しようという気持ちになりますね。怖いって言っても妄想の中での話でしょ。みんなビビりすぎなのよ。本当に闇の施設とか人を消すなんてことがあるわけない。漫画の読みすぎ。そうですね。私は自分の目で見たものしか信じない主義だから、何かあったらすぐ警察に電話すればいいし、今の時代スマホがあればちょちょいのちょい。電波が届かないところに行ったらどうするつもりでしょう。あ、車来た来た。あれ、みんなどこにいるの。このバカが。そういえばアンズさんがいない。お子さんは今回習い事で不参加で、引率のために来ると言っていたのに。え、アンズさんも一緒に大人会に参加するの。なんでバスじゃなくて車で行くの。集合時間は過ぎていますけど。あれ、そうだっけ、私 LINE でちゃんと確認したんだけど。あー、間違えてた。集合時間を間違えてたんですね。そっか、じゃあ車で行くしかないな。じゃあ私も一緒に連れて行って。私も時間を間違えちゃって。おお、いい。ダメですよ。え、その人はみんなから集めたお金を着服して、当日お金を持たずに参加しようとしたんです。いや違う。本当ですよ。証拠の LINE でも送りましょうか。なるほどね。そういう事情があるなら一緒には連れていけない。でもこの車は子供会には参加させられないので、ヨシエさんだけ別のアトラクションに参加してもらうことになったんです。そうなんだ。ユリが何か悪巧みしてるかもしれないし、私もそっちに参加しよう。一緒に来てくれるの。ちょうどよかった。ユリさんの黒い噂の正体を一緒に確かめましょう。あれ、なんか雲行きが怪しいような。本当に悪さしてないんでしょうね、ユリ。もし悪さをしてるようであれば、私が更生してあげるから覚悟しててね。しゃあ。うわ、何、私からユリの隣を奪おうとしてますね。譲りませんから。何を言ってるんですか。威嚇をやめなさい。ユリの隣は私のものなんだから、ポットでのやつに取られてたまるか。あはは、すごく好かれてるんだね。しゃあ。好かれているというよりまとわりつかれているんです。心配しないで。悪さをしてなければ私だって変に絡むつもりないし、別に隣奪おうなんて思ってないよ。ならいいんですけど。じとめをやめなさい。じゃあゆりさんの悪だくみを一緒に暴いてやる。じゃあ二人で参加してどうぞ。いいの。問題ありません。ならレッツゴー。ゆりさんをこの町から排除してやる。1時間後。うえー、な、何よこれ。うえ、何があったんですか。あなたが今後人に迷惑をかけた時にどうなるかの末路を見せてあげました。変な洗脳されてよだれを垂らしている人、あとは私の口からは言えない漫画で言う拷問みたいなのをされてた。うっ、黒すぎて説明なんてできないわ。自分の目で見たものしか信じないと言ったじゃないですか。もしあなたが今後なるみさんに迷惑をかける場合はその施設に送ります。どの部屋に行きたいかは選ばせてあげますよ。
え、でもアンズさんも一緒にいたのに大丈夫なの？ユリどっかにいたりしない？ああ、それなら大丈夫です。あいつ頭のネジが10本くらい足りないの。え？一緒に工場見学してたのに隣で、へえ、すごいクオリティ、まるで本物にしか見えないこんなテーマパークがあったんだって。アンズさんは昔からポンコツなんですよ。ド天然というか、本当に頭のネジが足りないんでしょうね。全然そうは見えないですけどね。ここぞという時にポンコツを発揮するんです。ひまわりの運の真逆みたいな感じで、ここぞという時に絶対外す不運体質みたいな。あれをどう見たら CG とか作り物に見えるの？匂いだってすごかったのに。これどうやって匂いの再現とかしてるのかな。キャストさんに後でインタビューしたいとか言ってて。あの人が気づくことはないでしょう。私が置かれている状況がよくわかりました。絶対に今後迷惑をかけないので許してください。申し訳ございません。反省してくれればいいんです。いつでもその施設に送れることをお忘れなきよう。ちなみに施設の位置は定期的に変わりますし、行く時に目隠しをされていますので場所がバレることはありません。警察に言うならご自由に。いませんから。ユリが奪われなくてよかった。その後、ヨシエさんはあの後一人げっそりした状態で家にいたらしい。何も食べずに電気もつけず布団にくるまってたってさ。お肉も魚も食べられなくなって、野菜しか今は食べてないらしいよ。今はちょっとずつリハビリをしてお肉に慣らしてるって。どんなグロい光景を見たら食欲が数ヶ月もなくなるのか。おー、怖い怖い。ちなみに旦那さんの転勤についていくって言ってたけど、今回のことで旦那さんが距離を置きたいと言ってきたらしく、赴任先にはお子さんと旦那さんだけで行ったみたい。この場所から逃げれると思っていたのに吉江さんは残され、旦那さんに心を入れ替えたと平謝りしてる。口ではどうとでも言えるって突き返されてるらしいけどね。吉江さんはあれからおとなしくなって人に絡むこともなくなった。というより謎の施設に行くのが怖いんでしょう。ユリを見ただけで泡吹いて倒れそうな勢いだもん。アンズさんはケロッとしてて、あの施設面白いからまた今度行きたいし友達にも紹介したい、なんて検索したら出てくる。だって彼女やっぱり変わってるんだろうね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。